私は心にド M スイッチを作り、日常的に辛くなった時に押すようにしています。例えばバイト先で怒られている時にスイッチを入れ、こんなシワまりみれのおっちゃんに罵られてるピクンピクンと辛さを快楽に変換していきます。スイッチの入れ方はちょめちょめを刺激するような感じで、おちょめちょめに力を入れるだけです。このちょめちょめね、今ちょっと何のことか分かんなかったけど、まあなんか、うん、割とどうでもいいかなと思いました。まあ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 あるんでしょうよ、そういう場所が。おちょめちょめね、はいはい。どんなに辛いことがあっても脳内麻薬に変換できる画期的な方法なので、ぜひ魔王様も試してみてはいかがでしょうか。これね、これ今知ってますね。魔王も知ってますよ。ダーム二六先生ってみんな知ってる？ダーム二六先生っていう、日本に S と M という言葉を作った人なんだけど、SM 小説の巨匠と言いましょうか、権威でして、ダーム二六先生は、S と M はサドとマゾから来てるんだけどね。そうだ、まあそのダーム二六先生がいなければ、このド M 集会場という名前もねなかったわけなんですね。ドマゾ集会場になってましたね。そうで、ダーム二六先生のなんかエッセイかなんかを読んだんだけど、今はそれでね、ダーム二六先生もこれやってるって言ってた。ダーム二六先生は基本的には S らしいんだけど、なんか人間誰しも S と M をどっちも持ち合わせていて、でド M とかド S とかっていう人はその配分がそっちに偏ってる人みたいな風にダーム二六先生は解釈してらして、でそうダーム二六先生は S 寄りの人ではあるんだけど、例えば注射するときとか、注射じゃなかったかな、これは確かなんか病識になったとき、なんか入院かなんか大きい病気をされたときに自分を M だと思い込むことでそれを乗り切ったみたいな話をしてらして、それを読んで、これは頭がいいぞと思って、今もね、それを読んでからは実践するようにしている。例えばね、エマは注射がね、あんまり得意じゃないのね。でもインフルエンザの注射ワクチンとかさ、この時期になると打たないといけないじゃん。打たないとさ、いけないじゃん。だから、いやいや、病院行って注射してもらうときに、私はド M 思い込んで注射してます。これはね、これはおすすめですよ。下僕のみんなもやってごらん。今年のインフルエンザワクチンはド M になって打つべし。そうですね、だからこの人と同じようなことを今もしてるな。これはね、普通にね、うまく生きていくためのライフハックだと思います。